おじけた勝ち地に親父にハンマユージローにビビっていなかった瞬間なんて多分1秒だってないよ恐れおののきしたい憧れ尊敬しそして憎悪した。ならば何故ぶつけない憎悪とやろう。親父言ってることがおかしいよ親子だぜ。ところでせがれよこの俺にまずいコーヒーを飲ませるとはどういうことだ。 お父さんごめんなさい。 これからは気をつけます。どうかご容赦ください。て、親父。ダメだよ、嘘は。たった二口で飲み終えてる。うまかったんだよ、このコーヒーは。好むか好まざるか、家庭の和み、さしたる興味もなく、理解もできぬ、それだけのことだ。親父が会釈。 いただきますの会釈。俺はこの人のことをちゃんと知っているのか。漫然と口に物を運ぶな。何を毎日何を食べているのかを意識しろ。それが命を食らう者に課せられた責任義務と知れ。なんてまともなことを。そのメカブ最近よく食べてるんだ。パックだからいろいろ入ったんだろうけど。 体にいいから。防腐剤、着色料、保存料、様々な化学物質。体によかろうはずもない。しかしだからとて健康にいいものだけを取る。これも健全とは言い難い。毒も食らう、栄養も食らう。両方を共に美味しいと感じ、血肉に変える度量こそが食には肝要だ。<笑>やばい、泣きそうだよ。 親父が俺にまともな教育をしてくれている。初めて親父がまっすぐに誇らしい。会釈、また俺より全然行儀がいいや。フレッシュオレンジジュースを。ドライシェリーを大きめのグラスで。代表的な食前酒だ。やってみろ。 うまいや。うん、黒トリュフを裏ごしにしたものに岩塩を入れ、味付けはオリーブの実を丸ごとすり身にし、和のテイストとしてお豆腐と生クリームを裏ごしにしたシェフおすすめの一品です。ご堪能ください。外側から使用しろ。この料理ならスプーンがいい。うまっ、すごいなこれ。うまい。 こうして置くんだ。親父の振る舞いはここでも見事だった。こういう場所での手慣れた様はまっすぐに誇らしかった。おい、できたぞ。起きろ。こんなものしかねえ。 十分すぎるほどです。お父さん、よしやがれバカ。親父でいい。膝崩せ。冷めるぞ。いただきます。持ち方がなってない。料亭じゃあるまいし。<笑>うまい。 ちょっとしょっぱいけど。味噌汁の味一つわからんか。<笑>